デルファイ C++ ビルダースターターチュートリアルシリーズ、ナビゲーターの愛祖勝孝です。視覚的に開発を進めることのできるデルファイ C++ ビルダーを用いると、初心者の方もより簡単にプログラミングとアプリ開発のスキルを身につけることができます。無料で使えるビジュアル開発ツール、デルファイスターターエディション C++ ビルダースターターエディションで楽しくプログラミングを学びましょう。シーズン2、プログラミング言語を優しく覚えよう。第6回、文字列とオブジェクト、デルファイの部。デルファイ C++ ビルダースターターチュートリアルシリーズ。1月23日より開始いたしまして、3月27日の全9回。毎週月曜日、デルファイの部は17時から、C++ ビルダーの部はおおよそ17時30分からの開始となっています。プログラミング言語を優しく覚えようの第6回。今日は文字列とオブジェクト。そのアジェンダなんですが、文字列を知っていただこうという内容になります。それから文字列の操作、そしていよいよ、オブジェクトの話になってまいります。実際にやる内容としてはですね、文字列の型のお話でありますとか、文字列の使い方、それからオブジェクトの意味を知っていただく、実際のオブジェクトの定義でありますとか、オブジェクトの宣言のお話になってまいります。いつもお話ししている内容ですが、無料版の Delphi 10.1 ベルリン開発環境をダウンロードしてお使いいただけます。弊社エンバガデロのウェブサイトに来ていただいて、一番上のツールバーの製品から Delphi 選んでいただいて、そちらのスターターバナーからダウンロードインストールすることができます。シーズン1の第1回でインストールダウンロードの方法について詳しくお伝えしておりますので、まだインストールしていない方はこちらご参照になられまして使ってみてください。ということで参りましょう。文字列をお話しする前に、まずは文字と符号化のお話からきます。符号化、コンピューターの中ではですね、当然0101でデータやり取りしているなんて話聞いたことあるかと思いますが、コンピューター上で文字列を表すために、数値化しなくてはいけない、文字コードにしなくちゃいけない、その文字コードにする方式を定めたものが符号化というものです。で、符号化によって文字を、コード、数値にしたものが文字コードになります。そして文字コードにする方式なんですけども、いくつかございます。で、複数あります。で、今回はデルファイで使用する代表的なものいくつか紹介します。1つ目、シフトジス、これはですね、日本語環境で使用する文字を日本の規格にのっとって、符号化したものと思っていてください。そして UTF-8、これはですね、ユニコードで定めている世界の文字群を1バイトから4バイトの可変調で符号化したものです。ユニコードという言葉が出てきましたね。聞いたことあるかと思います。ユニコードとは実はコードでもなければ符号化でもないんです。ユニコード、簡単に言ってしまえば文字の集まりなんです。世界各国で使っている文字の集まり、これをユニコードの文字群というふうに捉えてください。そしてその文字群をどういうふうにコード化するのかという、その符号化方式として UTF-8 というものがある。同じく UTF-16 という符号化方式もあります。同じくユニコードで定めている世界の文字群、これを2バイトもしくは4バイトで符号化しようというものが UTF-16 です。これ以外にもですね、 UTF-7 であるとか UTF-32 とかありますけれども、今回ご紹介するのは UTF-8 と UTF-16、この2つにしておきましょう。で、文字と文字コードのお話をここの表で一つ表してみます。例えば文字であという文字、これシフトジスの文字コードですと 82A0、 UTF-8 ですと E38182、 UTF-16 の符号化方式で表すと文字コードは3042というふうになります。同じように例えばシングルバイトの A でもそれぞれの符号、文字コードありますし、こちらの例えばコマンドという文字、ちょっと特殊な文字ですけども、例えばこれ UTF-8 ではですね E28C98 という文字コードで表される。 UTF-16 では2318という文字コードで表されます。一方シフトジスでは、この文字持っていません、コードとして、なので未対応というものになるわけですね。ということで符号化のお話をさせていただきました。で、次が文字列のお話になります。文字列型とも言いますね。文字の
集合を扱うためのデータ型が文字列型というふうになります。プログラム上で文字を表現したりですね、それから場合によってはデータベース上で、中にデータとして入っている、こういうのものを文字列型というふうに言います。デルファイの中で、扱う、文字列型について、代表的なものをいくつかご紹介しましょう。まず最初にストリング型、これはユニコードストリング型でもあります。これ内部的にはユニコードストリング型とストリング型同じなものだよという設定がされているんですが、この皆さんもよく使っているストリング型、これ最も一般的ですね。中身としては UTF-16 符号化形式を使った文字コードで文字列を格納してます、保持してます。次 UTF-8 ストリング型、これは UTF-8 符号化形式のコードで文字列を保持してます。ANSI ストリング型、これは日本語環境下ではデフォルトではシフト JIS の符号化コードで文字列を持ってます。独自にですね、各種指定の符号化指定して、使うということも実はできます。UTF-8 の符号化を指定することも可能なんですね。実際にはですね、この UTF-8 ストリング型というのは ANSI ストリング型に UTF-8 ストリング UTF のですね、コードで文字列格納するよというのを指定したものと一緒なんですね。実は UTF-8 ストリング型というのは、そういう設定によって、実現されているものであったりします。それ以外にもですね、キャラ型、ANSI キャラ型なんていうものを聞いたことがあるかと思います。これは文字列ではなくて文字を扱うもの、単一の文字を扱うデータ型になりますね。でキャラは基本的にはこれも UTF-16 の符号化で持っています。ANSI キャラはシフト JIS の符号化で表される文字コードを持っていると、単体で持っているというものになります。この文字列型それぞれ持っている文字コードそれぞれの符号化形式で持っているというような形になりますが、じゃあ相互にそのデータ入れ替えしたらどうなるのかというのが次のページになりますね。文字列型の代入というお話なんですが、例えばここでストリング型 UTF-16 の文字コード型で持っているストリング型と ANSI ストリングシフト JIS の文字コードで持っているこのデータ型に入っている文字列相互に代入するとどういうことが起きるかという話なんですが、可能な限り文字をキープします。文字コードを入れ直すというよりも文字コード変換して同じ文字がキープされるように動いてくれます。これ暗黙の変換なんていうふうに言われているわけですね。ただ文字コードを可能な限りキープしようとするんですけども、文字をサポートしている範囲が違うんですね。例えばユニコードのサポート文字、例えば UTF-16 でありますとか UTF-8 というのはユニコードの持っている文字群をサポートしますけども、シフト JIS ではそれらの全てをサポートしてないということもあるわけです。先ほどのコマンドの文字ありましたけれども、例えばユニコードではサポートされているんですけども、シフト JIS では定義されていませんでしたよね。このような場合、例えばストリング型であのコマンドの文字を持っていて、そこから ANSI ストリング型のデータに入れた場合、あのコマンドの文字というのは、対応する文字コードはありませんので、クエスチョンマーククエスチョンマークという形で文字が変わってしまいます。失われてしまいます。で一度失われてしまったことに関しては ANSI のストリングのデータ型から、ストリング型に戻したとしても復活しません。はてなはてなのままになります。じゃあ一方ストリング型と UTF-8 ストリング型 UTF-8 ストリング型であればどうなのかと、こちらの場合文字コードが異なっていたとしても同じ文字キープすることができます。文字コードがですね、それぞれ違ったとしても同じ文字群をサポートしているんですね。ユニコードでサポートしている文字群を全て共にサポートしてますので文字コードの変換がうまく行われます。なので文字失われずに入れ替えをすることができます。 UTF-8 ストリング型と ANSI ストリング型の場合はどうなるでしょうか。同様にですね、文字を基本的にはキープしますが、同じように例えば先ほどのコマンドのお話のように UTF-8 ストリング型がユニコードのみでサポートしているような文字を持っていて ANSI ストリング型に移動した場合には、これは ANSI ストリング型では文字は失われてしまいます。そしてもう一つ、単にちょんちょんでくくっただけのような文字の場合、例えばストラというストリング型にちょんちょん文字、
こんなものを代入した場合にはどういったことが起きるのかというと、デルファイの中ではですね、この文字というのは UTF-16 の文字コードとしてですね、文字コードの型として扱われます。現行のデルファイでは UTF-16 のユニコード文字として扱う。なので基本的にはストリング型の代入しているものと、まあ、似ている動きをするわけですね。ほぼ同じです。ということで文字列の代入のお話、実際に代入するコードとしてはこんなものがありますよね。ここではですね、宣言アンシーストリング型で数字数という名前の識別子切ってあります。ストリング、つまり UTF-16 ですね。 UTF-16 という名前で識別子切ってあります。 UTF-8 ストリングというデータ型の UTF-8変数識別子切ってあります。で、SGIS、これアンシーストリング型でしたけども、このコマンドマークでは SGIS サポートしてない文字ですので、これ代入してあげると SGIS の中ではもうコードないので文字化けしちゃいます。ここに書いてありますが、クエスチョンマーク、クエスチョンマークに変換されちゃいます。一方 UTF-16、ストリング型ですけれども、これ、サポートされている文字なので、これは問題なくそのままコマンドマーク入ります。で、今 UTF-16 にはコマンドマーク入ってますけれども、これを SGIS に代入した場合には、同様に SGIS にサポートされたい文字なので、クエスチョンマーク、クエスチョンマークに変換されちゃう、失われちゃう。UTF-16 で持っているコマンドマークを UTF-8 に入れる。これ同じ、文字サポートしています。文字コードは異なっていても同じ文字サポートしていますので、文字コード変換、暗黙の変換が行われて問題なく代入できます。ちょんちょんで囲まれている文字、日本語というふうにありますが、これ SGIS サポートの範囲なので SGIS アンシーストリングの型にも入りますよねと。 SGIS 今持っている文字列は日本語なんですが、当然 UTF-16、これもサポートしているので問題なく入ります。文字コードは暗黙の変換によって変換されて UTF-16 に入る。UTF-16 から UTF-8、 これも当然問題なく、文字コード変換されて入りますよというお話になります。文字列の今代入のお話をしましたけれども、今度は文字列の中でですね、文字単体にアクセスしようというような場合にどういう方法があるのかということになります。文字列の一つ一つにはインデックスでアクセスが可能なんです。インデックス、これつまりは配列の時にやった内容ですね。配列ではですね、各括弧を使ってそれぞれの要素に順にアクセスできるというものでありますが、これも同じです。例えばストリング型のこのストラありますけれども、このストラに各括弧をつけてあげることでインデックスとしてアクセスできます。先頭の文字のインデックス数0か1かという話がありますが、それはローで取っていただければ先頭のインデックスが返ってきます。見てみましょう。まずはストリング型のストラ定義します。インテジャー型の i 定義します。で、ストラ、ストリング型のストラにはハローデルファイワールドという文字列を入れます。そしてストラのローというふうにすると先頭のインデックスが返ってきます。そしてそれを i に入れてるわけですね。次のショーメッセージではストラに各括弧の i 変数入ってますね今。これで最初のインデックスをつけることで先頭文字にアクセスしています。で、プラスでインデックスという文字列で結合しまして i を2ストリングで出しましょうというものになります。その結果はこちらですね。 h、 インデックスは1ですというものになります。繰り返して見てみましょう。ローでストラのインデックス取ってます。これが1というふうに入ってますよということで、ここでは1というふうに表示されている。で、ストラの各括弧1のアクセスではここでは h 返ってきてますね。ハローデルファイワールドの先頭の h、 これが返ってきているということで、文字列の各括弧インデックスで先頭の1文字目にアクセスできてますよという例になります。文字列の代入と連結に関してはもう皆さん何度も使っているので、分かっていらっしゃるかと思います。代入するときにはですね、代入演算子使えますよというお話、それから文字列の結合には足すという文字、この演算子使えますよという話です。ストラの1と2をここでストリング型として定義して、ハローデルファイとそれぞれ1と2に入れてますね。ここでは1と2を足して、結果ハローデルファイが足されてこのように表示されますよということになります。まあ、これはもう皆さん簡単に分かっているお話ですよね。
次なんですが、さらに、高度な操作をしたいという場合には文字列のヘルパーというものを使うことができます。これ文字列の操作に絶大な効力を発揮するんですけれど、たくさんあります。その一例ここにリストで出してますけど、例えばコピーをするだとか、イコールかどうか、見るであるとか、空かどうか見るなんていう話がありますが、本当にたくさんあってですね、このリストはここのリンクに載っておるところで、こちらを参照してみてください。本当にたくさんずらっとありますよ。例えば1個読んでみましょう。ジョイン、指定されたセパレーターで区切られた2つ以上のゼロ基準の文字列を結合します。なんていうものがあったりとかですね、結合があったりとかいう形でたくさんあります。皆さんもお時間がありましたら、ここのヘルパーのリンク、見ておいてください。実際にプログラミングするときに、文字列操作のときにですね、あ、こんな機能を使いたいなというときに一読しておけばですね、そのすべての関数を覚えていなくても、そういえばあったような気がするということでアクセスして、あ、この機能だよっていうのをですね、見つけ出してプログラミングに使えますので、ぜひヘルパーも見ておいてください。とにかくですね、文字列を操作する際には便利な機能を揃っております。そしてこれ一例なんですけども、例えばハッピーバースデーデルフという文字列入ってますが、アッパーケースという関数を使って、ハッピーバースデーデルバイト大文字にしているなんていう操作をできております。そして、もう一つフォーマット関数、ヘルパーの一つでもありますけれども、よく使ってとても便利な関数なのでご紹介しておきましょう。フォーマット関数、設定した書式に基づいて一連の因数を文字列化する関数なんていうふうに書いてありますけど、フォーマット関数で、ここに文字列書いて、その中に後ろで、羅列している、例えば変数であるとか数字であるとか、そういったものを組み込むというものなんですね。組み込む書式はパーセントの後に設定なんて書いてありますが、実際にコードを見てみた方が早いですね。例えばこれではストラ1ストラ2のストリング型宣言してます。インテジャー型の i 宣言してます。でストラ1には雨という文字、 i には16という数値入れてます。でストラ2に何を入れてるかというと、フォーマットでまず最初の文字列、明日の天気はパーセントが来ました。で S、 気温はパーセントが来て D、 度になるでしょう。でストラ1と I が配列で並んでいるというものになります。でこの場合はストラ1がこのパーセント S に入り、 I の値がこのパーセント D に入ります。その結果小メッセージでストラ2、ここで代入されているストラ2ですねが入りますが、例えば明日の天気はのパーセント S のところにはストラ1が持ってた雨、気温はここのパーセント D は i が持っていた16が入って16度になるでしょうというふうにフォーマットされて出てくるというものになります。フォーマットに関しましても細かい説明さまざまございます。こちらのリンクにあります。こんな形ですね、先ほど使ったパーセントの後ろの D の話とか S の話あります。見てみましょう。 S、 パーセントの S とつけると、これ文字列として表しますよというもの、文字列として、文字列を組み込みますよというものなんですね。で一方で D は十進数として表しますよというもの、引数は整数値、例えばインテジャーの値じゃないとダメですよというようなものになります。使い方に関しましてはですね、細かい内容はこちらのフォーマットの説明のページにドックウィキにありますので、皆さんも参考になさってください。ちなみにこのリンクの情報なんですけれども、今書き写そうとすると大変だと思いますが、後ほどご紹介しますけれども、弊社のウェブサイトの日本人ブログのところに今日のセミナーのですね、サマリーでありますとか、使った UR リンク、ご紹介した UR リンク載せますので、ウェブに来ていただければですね、リンク簡単に見つけることができます。ぜひぜひ見てみてください。ということで文字列のお話ですね。文字列とは何か、符号化とは何か、文字コードとして、文字を変換して、で、文字の文字列型にその文字コードを、保持しているものですよというお話をさせていただきました。でそれを使う上で代入でありますとか、インデックスを使って一文字にアクセスする、それから、ヘルパー等々を使って、より便利に扱うなんていうお話をさせていただきました。さあいよいよですね、今度はですね、オブジェクトの話に入ってまいります。クラスとオブジェクト、クラスとオブジェクトは一体何かという話に入ってまいりたいと思います。クラスオブジェクト言ってしまえばですね、任意のデータ型を、つまりはフィールドと呼ばれますが、保持できてデータにアクセス処理するルーチンメソッドを持っている、これらですね、フィールドとメソッドを保持している一塊がクラスであります。
似たような話ありましたよね。前回やったレコードも、これに非常に近いものがあります。レコードもフィールドとメソッドを持っていましたよね。そして、今度はですね、じゃあクラスオブジェクト、どんな、特徴があるのかという話なんですが、データそれからメソッドの隠蔽でありますとか、クラスの継承ができるという特徴を持っています。隠蔽と継承に関しては来週の、チュートリアルでご紹介します。他のユニットクラスから、フィールドメソッドへのアクセス制限を行える、これレコードも持ってましたね。そして、既存のクラスフィールドメソッドを保持しつつ、新しいフィールドメソッドを追加した新しいクラスを構築することができるんです。これ継承と言われますが、ここがレコードと明確に違うところです。クラスはもともとある、もしくは作ったクラスを引き継いで次の新しいクラスを作れるという特徴があります。そしてクラスとオブジェクトというこの2つの言葉を使ってますけれども、このクラスとオブジェクトの関係、定義しておきましょう、明確にしておきましょう。クラスとしてユーザー定義されたデータ型がクラスですね。例えばレコード型で言うと、タイプブロックでレコード型定義しましたけども、あれはまさしく型ですよね。同じようにタイプブロックで、クラス定義するんですが、それがクラスです。タイプブロックで、定義したものがクラス。そして、タイプで定義したものというのはそのままで使えずに、バーブロックで変数識別子設定して、使ってましたよね。同じようにクラスも定義だけでは使えませんので、バーブロックでいわば変数識別子と同じように識別子を設定して使います。それがオブジェクトです。つまりはクラスの変数識別子、これがオブジェクトと言えるわけですね。今まで使用してきたデータ型と変数の関係と、まあ、ほぼ同じです。データ型をクラスとしたら、変数というのはオブジェクトという言い方をすることができるかと思います。じゃあそのクラスの定義とオブジェクトの宣言方法を見てまいりましょう。タイプブロックでクラスを定義します。これはレコードと同じですよね。で、バーブロックでオブジェクトの識別子を宣言する、これも同じですよね。タイプで宣言しただけでは使えないので、バーブロックで変数識別子を設定する、宣言して使うというふうになっておりましたけども、クラスの場合はこんな言い方をします。タイプブロックでクラスを定義して、バーブロックオブジェクトの識別子を宣言する、まあ、変数識別子を、オブジェクトと言っているというふうに捉えておいてください。で、ここで気をつけなくてはいけないこととしましてはですね、クラス、これはですね、変数識別子としてですね、オブジェクトの識別子、作ったときにこのオブジェクト参照型なんです。参照型という言葉前にも出てきましたね。これは動的配列の時に使ったかと思います。動的配列の場合もタイプ宣言して、実際にはバーブロックで動的配列宣言した時には、これはそのまんまですと配列の長さ決まっていないので、実際のインプリメンテーション部でセットレングスをして配列の長さ決めてから使ったというふうになっておりました。セットレングスで実際に保存する配列を確保してから使うというふうになっておりましたけれども、クラスも同様なんです。クラスタイプで宣言して、バーブロックでオブジェクトの識別子宣言しただけでは、参照用の場所を確保したのみで実体がないんですね。なので同じように実体作ってあげてから使う必要があります。その実体を作るのがクラスの場合、オブジェクトの場合、クリエイトというものですね。で、クリエイトはコンストラクターなんて言われますけども、クリエイトコンストラクターを呼んで、そのクラス型のメモリを確保します。つまりセットレングス同様ですね。で、クリエイト呼んだときに、このクリエイトというのは、その実体の場所の参照の値、いわばポインターですよね。この参照の場所を返してくれるので、その返してくれる値をオブジェクトに代入します。で、オブジェクトはこれで初めて確保された場所というものの参照を手に入れるわけです。そうしますと、オブジェクトはやっとこれで、クラスの持っているフィールドとか、メソッドというものを使えるようになる。
で使い終わったオブジェクト、これレコードと違います、あごめんなさい、配列と違います、フリーというものを指定してですね、使って確保したメモリ、これ、開放してあげる、もういらないよとして破棄してあげる必要があります。これはもうクラスの使い方として、フリーはするもんだというふうに、新たに覚えてください。で実際の使い方なんですけども、こんな形になってまいります。見てみましょう、タイプブロックでクラス定義識別子決めて、イコールクラスというふうにつけることで、クラスであることの定義意味します。でフィールド、覚える変数といいますかデータですね、フィールドと言ってますけれども、フィールドの識別子とデータ型指定する。でメソッド、パラメータつけます、パラメータデータ型もつけます。これは関数と手続きでやりましたけれども、設定の仕方は同じですね。ただクラスの中では宣言だけです。実際の実装はインプリメンテーションブロックで行います。ファンクションも同様です。宣言の方式は同じですね、識別子書いて、パラメータとそのデータ型で、ファンクションの場合には戻りのデータ型を書くというものになります。でクラスの定義は、エンドのちょんちょんで、セミコロンで終わるということになります。実際に使うときなんですが、バーブロックでオブジェクトの識別子決めて、このクラスの型ですよというものを宣言してあげます。でこの時点では参照型ですので、オブジェクトの識別子というのは参照をするためのメモリを確保したに過ぎない。なのでここでオブジェクトの識別子に対してクラスの定義のクリエイトというものを使ってあげて場所を確保します。オブジェクトこの時点では何もできないので、クラスの定義識別子使ってドットクリエイトします。そうするとクラスのメモリ確保されて、その参照のためのポイントが返ってきますので、それをオブジェクトに入れてあげるという形で、初めてオブジェクトが使えるようになります。で使った後は忘れずにフリーですね。コードの例見てみましょう。ここでは tdate というもの書いておりますけども、クラスですよというふうになっています。そして year month day の、インテジャーの型をフィールドとして指定しています。そして、ここではメソッド定義してますよね、プロセジャーセットバリューのここのパラメータ設定、ファンクションも同じですね、ブーリアン型で返すというメソッドを設定しています。さて、ここではですね、実際に使ってみるコード例も書いています。 tdate のクラス定義、型のバースデーというオブジェクト識別子宣言してます。ここでは、メモリ、実際には、参照のためのメモリを取っただけで、この段階では全然、オブジェクト使い物になりませんので、実体持ってませんので、クラスの定義の名前のドットクリエイトでメモリ、このクラスのメモリを確保します。これでやっと使えるようになるので、参照ポイントが返ってきてオブジェクトに入れておく。これでやっとこのオブジェクトドットこのメソッドの名前という形で持っているメソッドを使うことができます。その後これ例えば if でですね、バースデーのオブジェクトの中に持っているウルード氏というものウルード氏チェッカーのメソッドを使ってますけども、こういうふうに使えるわけですね。でそして最後には必ずいらなくなったらフリーをして解放してあげるというルールになります。クラス実際に、メソッドの部分のですね、実装はインプリメンテーションのブロックで書くという話をしましたが、こんな感じです。これも、レコードと非常に似てますね、メソッドのプロセジャーでこれセットバリューというのがありましたが、 tdate 型の、メソッドを実装する場合には tdate というまずクラスの、識別子書いてドットセットバリューと、そしてパラメータ書いて、begin で始まり end で終わる処理実装をする。ファンクションも同様です。tdate ここにクラスの名前定義の名前書いて、メソッドの識別子書いて、戻り値がある場合には戻り値のデータ型、そして begin と end の囲まれた処理を実装するというものになります。ここの処理で isLeapYear なんていうふうに書いてますけれども、これ、sysUtilities に入っているウルート氏チェック関数なんですね。先ほどの文字列の、関数群ではないんですが、ヘルパー群ではないんですが、さまざまこの指数ユーティリティは使える関数を持ってます。指定された文字列分だけ2つの文字列を比較しますなんていう、1つ読んでみましたけれども、ストラコンプ、ストラエルコンプなんていうようなですね、こういう便利な関数、たくさん持ってます。
皆さんも時間がありましたら一度スラッと読んでみておいてください。実際にプログラミングをする際にあんなの使いたい、こんな機能があったらいいのになというのがあったりします。とても多いので一気に読むのはちょっと大変なんですが、ぜひ一度目を通しておくことをお勧めします。実際にプログラミングするときに、有用に使えますよ。そして皆さん、見てみましょう。実はすでにクラス使用してるんですね。自動的に作成されたフォーム、例えば、マルチメディアのですね、マルチメディアデバイスのアプリ作るというふうに指定した場合にフォームできますけれども、あれもクラスだったりします。で、ボタンなどのコンポーネントもクラスですね。で、ボタンクリックなどのイベントハンドラー、これもクラスに紐づいたメソッドと言えます。で、イベントハンドラー皆さん実装してたりしましたけども、あれも一つのメソッド実装というふうに言えるわけであります。見てみましょう。これ皆さんが実際にフォーム作った時にタイプブロックの中にありますよね。で、クラスっていうふうに書いてあります。で、ボタンがあったり、プロセジャーでボタンクリック、これイベントハンドラーのものですけども、まさしくタイプの宣言したタイプの中でクラス宣言しているというものになります。で、ここで見ていただきたいのがプライベートパブリックというキーワードですね。これ新たに出てきてますけど、プライベートパブリックについて、見てみると、これらのキーワードというのは隠蔽、公開の、設定をするキーワードなんですね。で、プライベートパブリックプロテクテッドキーワードとは一体何かという話になるんですけども、他のユニット上からフィールドやメソッドのアクセスを制限、公開するためのキーワードであります。プライベートだとは他のユニットから参照できないとか、させないというようなものになります。パブリックでは他のユニットから、参照させるなんていうものになります。こういったアクセス制限、それから公開のお話に関しては来週より詳しくお伝えしてまいります。もちろん継承の部分もですよ、ご紹介してまいります。ということで本日の内容をですね、再視聴していただく、確認していただくというようなことができますので、ぜひ弊社のエンバガデロのウェブサイトにお越しください。弊社のエンバガデロのサイトに来ていただきまして、エンバガデロで検索していただきますと、まず我々のサイト出てきますので、そこのコミュニティをクリックしていただいて、日本人ブログ選んでいただきますと、今日のセミナーの内容等々が書いてあるブログ用意しております。こちらでですね、今日のサマリー見ていただいたり、URL のリンク長かったんですけども、あれを書いていたりしますので、そこから辿って行ってみたりしてください。ということで、今日の文字列とオブジェクトのお話、今日の狙い、文字列を知っていただく、それから操作のお話をさせていただきました。実際には符号化のお話でありますとか、文字列型というのは文字コードを持ってますよ、それからそれの代入の方法、ヘルパーを使って便利に操作しましょうというお話、その後にクラスとオブジェクトですね。クラスとは何か、オブジェクトは何か、それからクラスの基本的な定義、それから宣言のあたりをご紹介させていただきました。次回のデルファイパートは3月6日、同じく月曜日、17時より、さらにオブジェクト思考のお話を進めてまいります。